こんにちは、ロンロンスタッフのちぃです。今回はなあちゃん初めてのメイク動画です。ナチュラルメイクからアマロリメイク、お茶会メイクの3つを紹介します。それではナチュラルメイクをしていきます。今日のメイクは美醜ロリータのショコラさんがしてくださいます。ベースは薄付きでナチュラルにしっとり潤うものを使用します。今回のポイントは短い時間で可愛く見えるナチュラルメイク。ポイントだけ押さえた簡単メイクなので、メイク初心者さんも真似してみてね。次にコンシーラーでクマやくすみをカバーしていきます。ここでロリータちゃんのメイクポイント、肌はマットに仕上げます。厚塗りになりすぎないように自然に重ねるのが大事。眉毛はパウダーを使います。足りないところに付け足すイメージでふんわり自然にしていきます。1番と2番のカラーを混ぜて塗っていきます。カラーは髪色に合わせましょう。明るい髪の色の方は眉マスカラをマスト。眉マスカラをするだけで一気に垢抜けた印象になります。ベタ塗りするのではなく、少しずつ一本一本に色をつけるイメージで塗りましょう。ここで青木美佐子様と島村コラボのメイクブラシを使用します。メイクブラシがコンパクトに持ち運べるので便利ですよね。アイシャドウはブラウン系のものを使用します。捨て色がないパレットで初心者さんにもおすすめです。まぶた全体に1と2を混ぜたカラーを塗ります。そしたら3と4のラメを少しずつ混ぜて、まぶたにふんわり乗せていきます。5の一番濃いカラーを目の際に塗ります。最後に6のラメを涙袋に塗ったらアイシャドウは完成です。続いてアイラインを引いていきます。目の形に沿って目尻が太くなるように長めに引きます。チークは自然なコーラル系の色を使います。ここでも美佐子様のブラシを使用します。頬の高い位置にほんのり色づくように塗ります。次にまつげを作ります。マスカラ下地はどんなものでも大丈夫です。マスカラはブラックのボリュームタイプを使います。お人形のようにパッチリしたお目目にするために、まつげを挟むように一本一本丁寧にマスカラを塗ります。リップはナチュラルに色づくものを使用します。スティックタイプが塗りやすくておすすめです。唇の中心部分に濃い赤色を少し足していきます。最後にハイライトを鼻、上唇、顎に塗ったら完成です。ナチュラルメイクがぴったりな美醜ロリータに着替えます。ナチュラルにほんのり色づいたメイクがお上品で美醜ロリータにぴったり。次はこのメイクに少し付け足してアマロリ仕様のメイクにします。全体的にブラウンに仕上げた目元にピンク色を足していきます。明るいピンクのカラーとくすんだピンクを混ぜて使います。目を開いた時にもしっかりわかるように幅を広めに塗っていきます。筆に色を少しずつ取って少しずつ重ねていきましょう。同じカラーを涙袋にも塗ります。あんまり濃いと地雷メイクになってしまうので気をつけましょう。眉毛を描いた時に使ったパウダーで涙袋の影を描きます。ぼかさないと不自然なのでちゃんとぼかしましょう。まつげはつけまつげをつけます。派手すぎないナチュラルなものがおすすめ。のりで白くなってしまっても後からアイラインを引くので大丈夫です。
リップは最初のメイクの時に唇の中心に塗ったカラーを今度は全体に塗っていきます。しっかりとカラーを塗るのでさっきよりもパキッとした印象になります。ハイライトはさっきよりも濃いめに塗って立体感をプラスしていきます。チークはコーラルカラーよりも青みピンクのカラーでドール感を出しましょう。最後にアイラインをまつげの隙間を埋めるように太めに引きます。下まぶたにも少しラインを引くことではっきりとした目元になります。下まぶた全体に引くのではなく黒目の下までラインを引きましょう。お洋服はほんのり甘めのアマロレに変身します。最初のメイクよりもパーツそれぞれに濃いめのカラーが乗っていてドール感強めのメイクになりました。全体的にピンクを足したので甘いお洋服にとっても合いますね。最後のメイクはロリータお茶会メイク。写真映えするような華やかなメイクに仕上げていきます。さっきよりも全体的に濃くするためにアイシャドウは広めに塗ります。ピンクのラメもしっかり足していきます。アイラインはがっつり濃いめに太めに引いていきます。お茶会メイクでは下まぶた全体にアイラインを引きましょう。囲みメイクをすることで写真で撮ってもはっきりした目元になります。さらに目元を盛るためにグリッターを下まぶたに塗ります。下まぶたにグリッターをのせることでラメが瞳に反射してうるうるした瞳に仕上がります。つけまつげは思いっきり華やかなものを選びます。目尻が長めになっているつけまつげを使用します。だんだん華やかになってきました。リップはぐっと濃いボルドーを重ねていきます。リップで使ったものを頬にも少しプラスします。リップと同じカラーを頬にのせることでメイクに統一感が出ます。お洋服は豪華なドレスに着替えていきます。全体的に濃くしたメイクはカメラ越しでもとっても映えます。伏せ目にした時の目元もとっても可愛い。少しずつ付け足すメイクでとても簡単なのでチャレンジしてみてください。いかがでしたでしょうか。ロリータメイクは華やかでとっても可愛いですよね。メイクをしてくれたショコラさん、可愛くしていただきありがとうございました。